みんなビデオゲームが好きだよね。私も好きだよ。けどね、どんなゲームはいいでしょうか。日本語は難しいだよね。多分難しい日本語を使うゲームを選べられたゲームプレイは楽しくないと思います。だからこのものは必要と思います。最初、読みやすいと文法は難しくないです。漢字をあまり使わないとか、たくさん振り仮名を作るなどは必要と思います。これはみんなの初めの日本語のゲームと思います。そしてこのゲームは、例えばキャンディークラッシュしましたとき、多分そのゲーム勉強するじゃないと思います。そしてわからないとき、どうか続くがある。例えばゲームは負けたとき罰しないと思います。と、例えばゲームは罰、最初から始まると感じは、みんな、ああ私のポイントどこ行っちゃった、多分楽しくないと思います。みんなのゲームは、このゲームを選んだ理由は、日本語を習いたいので、この罰のゲームプレイは多分悪いと思います。じゃあさらに、どんなゲーム機はいいでしょうか。まあ私はゲームボーイを選びました。どうして、このゲームは古いだよね。とても古い。ああ私はスイッチとかもういいと思うけど、ゲームボーイのゲームは古いのに、たくさんゲーム機のソフトウェアの互換性があります。それに安いだ。私はお金がない。だからゲームボーイはいいと思います。例えばゲーム機は3100円ぐらいがかかります。そして新しいゲーム機でこのゲームを動かしてできると思います。 ROM とエミュレーターなどをダウンロードすれば多分できると思います。例えば電話とか、DS とかパソコンで多分できる。じゃあ私のおすすめは、ドゥルルルルン、タムトールさん。そのゲームはとても安いし、他の必要ものがある。多分この言葉は分かると思います。大事なと辞書も分かると思います。スーベネレターは多分もっと難しいけど、辞書を作れば、意味は分かりやすい。このゲームは漢字をあまり使わないので、辞書で、タイプするができる。この言葉の意味を見つかったことができる。だからこのゲームは読みやすいと思います。みんな難しい文法を使わないので、200日本語の学生は多分読むことができる。さらにみんなこのゲームでたくさん動かして意味が分かりやすい。例えば、大事な辞書が潰れたと、多分辞書を使うことは必要じゃない。インターフェースするため、ハム語を使う。ハム語は本当日本語と英語の言葉から、ジョークとかシャレなどを使う。あ、例えばこれはテラーン。意味は恥ずかしい。このハムスターは動かして、その動くことは意味の同じぐらい。多分知っていますね。恥ずかしいは恥ずかしい。じゃあハムスターを動かして、これは変と思います。どうして、このブッシュはフラフラして、まあ単語はハムハ、くんかくんか、あたちゅー、もぐちゅー、つづん、どういいと思いますか。最初、あたちゅーを選びました。あ、何もしませんでした。あ、じゃあ次。つづん、つづん。てらーん。じゃあ、この時、
新しい単語を習いました。じゃあ辞書で書いた。じゃあそれはこのゲームプレイです。じゃあさよなら。